ははい山中ですこんにちは今回もお金の IQ お金の EQ 本田健さんの本を読み進めていきたいと思います今回読むのは180ページと181ページの2ページですでは早速本を読んでいきますお金の天才このタイプは世界的な活動をしている人がたくさんいます マイクロソフトのビル・ゲイツ氏、ソフトバンクの孫正義氏、ウォーレン・バフェット氏などのようなビジネス、投資の天才がそうです。彼らは何もないところからお金を生み出す方法を知っています。彼らが行くところ、お金が集まります。例えば、ウォーレン・バフェット氏がこの株を買っているらしいという噂だけで、 一晩で株価が上昇することがあります。上場企業をいくつも所有し、それを基盤に世界的に活躍します。現代の錬金術師と言えるでしょう。世界のベンチャーキャピタリスト、富豪などの中にはこのタイプであまり有名でない人もたくさんいます。プライベートジェット機を持っていたり、 城のような豪邸をいくつも世界中に持っていたりします。ミニアドバイス。あなたの生き方や考え方は人類の進む方向性に影響を与えるでしょう。そこまでスケールの大きいビジョンを持って人生を生きてください。はい、本の内容は以上です。この先は私の気づきを共有していきますので、 本の内容だけで十分だよという方は、ここで動画を見るのをやめていただいてかまいません。では、早速、気づきを共有していきます。マインドマップ、読書記録、お金の IQ、お金の EQ、本田研。今回の学びです。 今回は人類に好影響を与えるお金の天才たちについて学びを深めていきたいと思います。お金の天才とは、早速ですが彼らのミッション、お金の天才のミッションとは何でしょうかそれは、お金の天才たち、あなた方のあり方、生き方、考え方を通して、人類の進む方向性に 好影響を与え続けることができるということですあなた方の在り方、生き方、考え方を通して人類の進む方向性に好影響を与え続けることができるということです人類の進む方向性に好影響を与える3つの特性を見ていきましょうまず特性1世界的な活躍ができる人たちです 基盤となるのは、いくつも所有している上場企業です。特性2、知っている人たちです。何を知っているのかというと、何もないところからお金を生み出す方法を彼らは知っています。最後、特性3、自然と集まる人たちです。彼らの周りには、お金や人間関係の類有の法則、類は友を呼ぶ法則、 縁起の宇宙法則が働いています。お金を例にとってみましょう。例えば、ウォーレン・バフェット氏、世界一の投資家のウォーレン・バフェットさんが、ある特定の株を買っているという噂だけで、一晩で株が上昇することがあります。例えば、ウォーレン・バフェットさん以外にも、ビル・ゲイスさん、 ソフトバンクの孫正義さんなどがお金の天才たちです。その他にも、フォーブスが発表する世界ビリオネアランキング。このような人たちはお金の天才です。マーク・ザッカーバーグのおじいさんはロックフェラー。自然と類は友を呼ぶ。 縁起の法則、関係性の法則によって、彼らの周りにはお金がお金を呼ぶ仕組み、お金がお金を呼ぶ法則が常に働いています。日本で言うと、柳井正さんなど、こういう方たちがいます。彼らは、所有に関しては、プライベートジェット機を持っていたり、世界中にいくつも城のような大豪邸を持っていたりします。そのおかげで彼らは、 極限まで時間を自由に、そして創造的に使うことができる人たちです。だからこそ、お金の天才のあり方、生き方、考え方はすごく重要です。人類の進む方向性に好影響を与え続けていきましょう。世の中に、地球に、宇宙に、そして人類多くの人々へ好影響を与えるというのが、 お金の天才たちのミッションと言えるのではないでしょうか。はい、今回は人類に好影響を与えるお金の天才たちについて学びを深めていきました。はい、今回も最後まで動画をご視聴いただきましてありがとうございます。以上、山中和志でした。それではまた。